日興株式会社常務取締役の三谷直樹と申します。今日はですね、当社の新しい取り組みについてご説明させていただきます。当社は100年以上前から洋食器を作っているんですけれども、全く今までになかったような新しい取り組みを今日発表させていただきます。で、今日はですね、我々のパートナーでもあるハーチ株式会社の加藤代表に来ていただいております。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、ハーチの代表を務めております加藤と申します。今日はよろしくお願いします。弊社はですね、世界中の社会課題を解決するクリエイティブなアイデアをご紹介するオンラインマガジン Ideas for Good を運営している会社となります。こちらの一環でですね、我々が集めておりますアイデアを実際に企業様と一緒に形に変えるIdeas for Good ビジネスデザインラボというですね、事業を展開しておりまして、いろんな企業様のサステナビリティ、そしてサーキュラーエコノミー等の支援をしているんですけれども、その一環でですね、日興様ともこの2年ぐらいですかね、ずっとご一緒に取り組みをさせていただきました。ので、今日の発表をですね、こうして一緒に迎えられることを本当に嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は当社が運営するロスト&ファンドっていう、ジェネラルストアって言ってるんですけど、セレクトショップの店舗のこのカウンターの中でちょっとお話しさせていただきたいと思っております。今日はここに書いてあるこのボナースっていう新しい商品について、商品というかプロジェクトについてのご説明をしたいと思うんですけれども、このボナースっていう商品がいかに生まれたかっていうことと、当社の事業をですね、いかにこうサーキュラー化していくかっていう話と、あとはその陶磁器事業がなかなかその業界的にも厳しいんですけど、それをどうやって盛り上げていくか、みたいな話をちょっと、させていただきたいなと思います。で、当社の、実は主力製品である、ここに置いてある、純白の、日興ファインボーンチャイナっていう、素材の食器があるんですけれども、実はこれをですね、クラッシュしてできたのがボナースっていう、こちらにあるものですね。これが実は肥料になるっていう話になってます。で、日興ファインボーンチャイナっていう製品は、石とか土とか、あと牛の灰、骨の灰ですね、牛骨灰からできていまして、それらをミックスして焼き上げたものが我々の食器なんですけれども、こちらに入っている成分が肥料として有効なんじゃないかということで、2年半ぐらい前に思いついて、いろんな準備をして今回に至るということになります。で、目指す陶磁器資源の循環っていうところなんですけど、実はまだまだ道半ばでして、志半ばでして、まず第一ステップが、迎えられたっていう形になってます。はい。ちょっとここにある図見ていただきたいんですけど、石とか土とか、あとその牛骨灰っていうのを我々が仕入れて、当社で、当社の工場でですね、日本にある工場で食器を作ります。で、それが、我々、お客様、レストランとかホテルさんが多いんですけれども、そういったお皿がレストランに行って、そこで、お皿を楽しんで、お皿に、料理を盛り付けてお客様に提供されると。これは、いわゆる普通の話なんですけど、で、そこで出た、廃棄される食器ですね。やっぱどうしても割れてしまったりとかして、そういったものを我々が回収してきて、でそれを、クラッシュして、ボナースっていうものにし、それを、農家さんに、また供給し、そこでまた食材ができて、それがレストランに行くみたいな。そういったこう循環型の、モデルをこう確立したいなっていうふうに思っているんですけど、まずこれ今日第一ステップの話を、させていただきたいと思います。実はですね、2022年2月10日に、肥料登録が、終わりました。2年半ぐらい前からすごくこう時間かけて、準備していたんですけれども、今日は、そのあたりを、詳しく背景も含めて、お話ししていきたいと思っております。まずはですね、当社の概要から、ちょっと説明したいと思います。1908年にですね、日本皇室陶器っていう、そういった名前で創業して、日本で洋食器を作って、日本で洋食器文化を広めるのと、あと海外に輸出して、外貨を稼ぐみたいな、そんな感じでできた会社になってます。
で、陶磁器の製造からどんどん派生していって、住宅設備機器。まあ、まずはその浴槽ですね。お風呂から入っていって、浄化槽っていうもの。これ水を処理するもの。そして電セラミック。で、あとお風呂の、まあ、システムバス全体っていう形で、まあ、多角化していったという、そういう会社になってます。いろんなところに実は日光の製品がありますよっていうことなんですけど、まあ、当社の主力製品であるこの日光ファインボーンチャイナっていうのは、本当に純白の、世界一白いって、まあ、これは完全に自社調べになるんですけど、言わせていただいてまして、日光は日光で、ファインは精密を表していて、うん、ボーンは牛骨灰。そして、チャイナっていうのは時期を表しています。結構これ、誤解されることがあるんですけど、ジャパンを英語で、漆を示していて、はい、チャイナは時期を示しているんです、うん、はい。なので、よくそのメイドインチャイナって誤解されるんですけど、当社はメイドインジャパン、純国産ということでやってます。はい、まあ、この白さと薄さっていうところが、やっぱり業務用のところでは結構支持をされております。世界中の料理の本当プロの現場で使われているっていうケースが非常に多いです。まあ、当社はですね、純国産というふうにでやっているんですけれども、石川県の白山市っていうところに工場があって、そこで原料の調合から、焼いて、絵付けして出荷するってところまで全部一貫工場でやっているっていうのが、一つ、まあ、ストロングポイントでもあります。うん、はい。まあ、今のがちょっと当社の紹介だったんですけれども、まあ、ここからは、陶磁器業界についてちょっと、お伝えさせていただきたいと思います。陶磁器業界は社用産業ってここに書いてあるんですけど、これを見ていただきたいんですけど、1980年代から、まあ、現代に至るまでの、陶磁器の需要のこう、グラフになってます。見てわかる通り、完全なる右肩下がりというところで、まあ、業界的に言うと、やっぱりその社用産業に位置づけられてるんじゃないかなと思います。まあ、当時我々が、上場した時っていうのが、まあ、バブルが弾ける。ちょっと手前なんですけど、まあ、そこから比べると、陶磁器全体の需要として約9分の1にまでなってしまってるっていうのが実情なんですね。で、まあ、こういう、まあ、社用産業の中で我々いるっていうところの中で、まあ、2020年から、出てきた新型コロナウイルス、の影響っていうのは当社も結構大きなものがありまして、こちらに、示しているグラフが、まあ、飲食店さんとホテルさんの稼働率の低下っていう、まぁ、ちょっと古いデータになるんですけど、新型コロナウイルスが発生してから約 50% の、まあ、稼働率になってしまって、うん、まぁ、当社の、お取引先である、まぁ、主要のお取引先である、まぁ、業務用の市場っていうのも、本当に 50% ぐらいになってしまったという感じです。はい、やっぱり、この陶磁器のその市場そのものの、うん、まあ、縮小というところと、はい、まあ、そこにコロナが重なって、はい、本当に主要のお客様の、まあ、事業の状況っていうのも悪化する中で、はい、まあ、なんとかしなければいけないそういうことです。そこで今回の取り組みがこうスタートするというところですね。はい、そうですね。はい、で、まあ、そこからどんどん、まあ、話はこう派生していって、まあ、そもそも当社の存在意義ってなんだっけみたいな、まあ、そういうところまでちょっと踏み込んでいきました。で、最終的に、もっとやれることない、あるんじゃないかっていうところで、いろいろと、まあ、社内の中でプロジェクトチームを作って、陶磁器事業の改革っていうところを進めていったということになります。で、まあ、何をどこからやればいいのかっていうところで、まあ、いろいろな、コロナ禍の中で、いろんな情報収集をしていたときに、加藤さんが運営している、Ideas for Good ですね。ありがとうございます。サイトに非常にお世話になりまして、はい、そこでいろんな情報を、こう、まあ、吸収していったんですね。で、その中で、まあ、そもそもこういうことを、こう、いろいろ発信している会社の方に、まあ、話を聞いてみたいなと思って、代表のフォームからお問い合わせさせていただいて、一緒に、まあ、プロジェクトが始まったっていう形ですね。うん、今でも覚えてますけど、最初にお会いした時も、今ちょうど三谷さんおっしゃられたみたいに、
まあ、ことじき全体のその市場の縮小だったりとか、まあ、コロナの状況がある中で、まあ、こう、なんとかしなければいけない。で、その中で、まあ、どうせ、その、事業をこう、再生するんだとしたら、やっぱりこう、まあ、サステナビリティとか、本当に、まあ、ステークホルダーの皆様からちゃんとこう、愛されて、こう、意味があると感じていただけるような、まあ、事業にしなければいけないというところで、今回、ちょっとぜひ話しようというのを聞いたときに、僕もすごい、それ共感をして、なんだろう、これがもしうまくいって、本当に事業再生までつなげられたら、多分他の企業さんも、サステナビリティを取り組んでいるところにこう勇気が湧くんじゃないかなというふうに思ったので、あ、ぜひお手伝いしたいなというふうに思ったの今でもすごく覚えてます。はい。はい。素晴らしいフォローありがとうございます。はい、そうなんですよね。で、それで、一緒にじゃあ、まあ、何からやりましょうかっていうところの中で、プロジェクトチームを作って、で、その中で、まあ、いろいろとワークショップをやっていったと。で、日光の中、あるいは自分軸で考えて、これからやっていきたい話、まあ、すでにやっていることっていうことを、まあ、いろいろとこう書き出していって、まあ、これはあくまでも一例ですけれども、で、まあ、いろんなたくさんのアイデアが出てきたと。この辺、実際に、参加していただいてどうでした？そうですね。これ数字が今書いてあると思うんですけれども、まあ、まずアイデアがすごくたくさん出てきた。うん、なので、まず、もともとからその日光さんの社員の中では、やっぱりこう、まあ、環境にいいことだったり、世の中に対していいインパクトを作りたいっていう、すごくこう、ピュアな気持ちっていうのをお持ちの社員さんすごく多いんだなっていうふうに感じたのと、こちらの見ていただくとわかると思うんですけれども、日光として今後取り組みたいことのアイデアの数が一番多かったんですよね。96ということで。すごく皆さん、こう、未来志向の、前向きな気持ちをお持ちなんだな、というふうに思ったので、まあ、これってまだ、具体的なプロジェクトスタートする前ではあるんですけれども、割ともうこの時点で、あ、もしこのプロジェクトがうまくいきそうだな、というふうに思った印象が、はい、興味がありますね、今で。はい。まあ、私自身も結構、いろいろみんな活発に行ってくれて、単純に驚いたのと、すごく嬉しかったな、っていうのは、覚えてます。うん。はい。で、まあ、そこからいろんなアイデアが出てきたものを、まあ、何を優先順位をつけてやっていくかっていうところを、まあ、ハーツさんと一緒に話をしながら進めていって、で、できたのがこのテーブルソースというところになります。うん、で、このテーブルソースは、飲食店のサステナビリティを支援するウェブマガジンというところで、まあ、アイデアの源になりたいっていうところで、ソースっていう、と、あとは、まあ、料理のソースを、掛け合わせた、はい、感じのサイト名になっているんですけれども、テーブルソースでできることとして、学ぶ、つながる、行動するっていうことを、まあ、できるような、サイトにしていこうということで進んでいったと。まず、メインのコンテンツはやはりコラムとインタビューということで、まあ、世界中の食に関わるいろんなサステナブルな面白いアイデアとか取り組みっていうのを、取り上げているということです。この辺どうですか？そうですね。このサイトの、まあ、ポイントというか、結構議論しながら進めさせていただいたと思うんですけれども、やはり、こう、B2B の事業で、ホテルとか飲食店の皆様に、こう、お皿を売るためのメディアということではなくて、こう、一緒にそのサステナブルな、まあ、持続可能な食の未来を作っていく。で、そのための、まあ、プラットフォームであり、情報提供の場であり、つながる場であるっていうのは、すごく、一緒に大事にした部分かなというふうに思っているので、まあ、単純に、自分たちの事業を紹介するというよりは、はい、どうやったらその飲食店、サステナビリティに取り組みたい、お店の方々にとって役立つ情報が提供できるだろうかっていうところがずっと貫かれてるなっていう、はい、はい、ふうに思います。そうなんですよね。だから、なんかこう、コマーシャル的な感じで、こう、ウェブサイトを運営していくんじゃなくて、本当に、まあ、飲食店だったらホテルの方が必要とされている情報をこう集めて提供し続けるっていうことが、やはり重要かなと思ってまして、まあ、実際にその、今、ホテルの現場だったり、レストランさんとお話をしていると、サステナビリティな、ことをやらなきゃいけないっていう、まあ、上からのオーダーはあるけれども、何をやったらいいのかわからないっていう声も結構あったので、まあ、そういう、なんていうか、困っていることに、我々食器メーカーとして何かお答えできること、やれることはないのかなっていうことで、まあ、できたという感じです。あとは、当社の日本サステナブルレストラン協会に加盟させていただいたんですけれども、まあ、こういったところで、まあ、こういう日本、サステナブルレストラン協会とかも絡めながら一緒に、お店のサステナブルを支援していきたいなというふうに思っています。
はい、そうですね。まあ、レストラン協会さんへの加盟、まさにすごくキーになるポイントだったと思うんですけれども、先ほどの話につながるんですが、やはりこう、お皿を、こう、使用者の方に納品する、そのサプライヤーと、うん、まあ、お取引先という関係ではなくて、まあ、同じこう作りたい未来に向かって、まあ、競争していくパートナーっていうところですかね。その、まあ、お客様、こう、取引先から、こう、パートナーに、こう、関係の質を変えていくっていう意味でも、まあ、すごくこういったサステナブルレストラン協会のようなイニシアチブに参加をするっていうのは、すごく大きなことだったなというふうに思いますし、まあ、まだまだ、これからの部分はたくさんあると思うんですけれども、その、加盟されていらっしゃるレストランさんとか、ホテルの皆さんとかと一緒にこう、共にこう、未来を作っていく。まあ、そういった形の、事業のあり方っていうのが、まあ、今後、こう、できるといいなというふうに思います。はい、そうですね。なので、まあ、こういう取り組みの中で、やっぱり当社としても、まあ、いかに日光ファンを作っていくかみたいな、うん、やっぱりお皿だけ言っててもどうも、まあ、ファンはできないので、うん、まあ、何かその、一緒に、作っていくっていう、まあ、そういったパートナーシップが、結べるといいなと思っています。うん、はい。で、まあ、そのテーブルソースを立ち上げると同時に、この日光サーキュラーラボっていうものも、やり始めたと。まあ、我々自身の自社での、サステナビリティの、活動を、まあ、前に進めるかつ、それもまあ、同時に発信していくための、ものを、この日光サーキュラーラボでやっているという形になります。で、一応まあ、当社100年企業なんですけれども、200年企業になっていくために、やっぱり、こう循環型の組織づくり、仕組みづくりっていうのが、まあ、重要になってくるかなというふうに思っています。で、ここがですね、まさに加藤さんの専門であるところになるんですけれども、まあ、当時期は、この右側にあるリニアエコノミー型の、まあ、ビジネスを今までずっとやってきました。資源調達して、お皿製造して、まあ、それを消費して、割れたり、したら、まあ、捨てていくって。しかも、廃棄のされ方も、基本的には、産業廃棄物っていうふうに位置づけられていて、まあ、基本埋め立てられると。まあ、いうことで、まあ、埋め立てられてしまうと、まあ、戻ってこないので、まあ、一直線型のリニアエコノミー型。はい。で、そこからサーキュラーエコノミー型に、こう、シフトしていこうというものが、この、日光サーキュラーラボの一番の大きな目的になっています。うん、なんか、こう、メーカーさんの立場からすると、まあ、サーキュラー循環型に変えていく、まあ、すごくやはり大事なことであることは間違いないんですけれども、まあ、一方でこう、消費者の立場から考えても、うん、やっぱり僕らも一人一人責任はあるなって思うことは、やっぱり今回ね、日光さんとのプロジェクトを通じて感じることは結構あって、例えば日光さんのお客さんって、ホテルとか、うん、まあ、レストランとかだったりすると思うんですね。で、例えば僕たちがホテルのレストランでご飯を食べようと思った時に、うん、食器がこうちょっと欠けてたりとか、うん、少し色がこう落ちてしまってたりとかすると、うん、なんかこう嫌な気持ちになってしまう。そうですね。でも実際にはこう食べれるわけですよね。うん、なので、なんかそういうちょっとしたチップっていうかこう欠けとか、うん、こうまあ色落ちとか、まあそういったものでも、まあある種もうこう使えないような状態に、まあこうさせてしまっているその一端っていうのは、まあ僕たちの味方にもあるのかなと。うんうん、なので、まあ、これから多分説明するのは当然、こう、それをどう循環型にしていくかというところであるんですけれども、多分、消費者の方も一緒に考えていかなければいけないテーマだなっていうのは、すごくこのリニアの話をするときに最近よく思います、ね。なるほど。はい。サーキュラー化、やっぱりいろんなアプローチ方法があるっていうところで、まず一つ目が、サラサブっていう、サブスクリプションのサービスを、実は去年始めました。お皿って、まあ、飲食業界の中で言うと、実は消耗品っていう風に、勘定科目的にも分類されていて、やっぱり、安く仕入れて、割れたらまた新しく安いものを買うと。まあ、そういう価値観っていうのが、どうしても、実情としてあります。まあ、で、実は今、すべての当社の製品を、このサービスに提供してるわけじゃなくて、取り分け皿にちょっと特化して、やってます。で、続いて、リカラーっていう取り組みなんですけれども、ツルツルとしてると思うんですけれども、これはガラスのコーティングがかかっていて、まあ、釉薬っていうものになります。で、どうしてもずっと使い続けていると、その釉薬が剥げてくるんですね。まあ、釉薬が剥げると、まあ、基本的には廃棄されてたっていうところを、もう一回釉薬をかけて焼き直すことで、まあ、本当に新品同様になったりとか、あるいはなんかちょっと違った色の釉薬をかけることで、全然その違った見た目の、製品にすることも、まあ、可能かなっていうふうに思って、まあ、こういった取り組みもやっております。うん、はい。
だいぶ前置きが長くなっちゃったんですけど、まあ、ボナースについてちょっと説明させていただきたいと思います。実はですね、今年の2021年12月に肥料法が改正となって、まあ、養業で出る副産物が肥料登録が可能になったというところで、まあ、我々研究を進めていたところと、まあ、その肥料法の改正が、まあ、ちょうどタイミングが相まって、今回その肥料登録が完了したということになります。で、このボナースは、この陶磁器の中に含まれている、原料の中にあるボーンアッシュっていうのが、牛の骨の、灰でできています。まあ、実際は、食用で出た牛さんの骨を、こう、まあ、有効活用するために、できたこのボーンアッシュですね。で、ここの成分が、そのリン酸カルシウムっていう成分になってまして、これが、肥料として有効性があるんじゃないかってことを、うん、まあ、社内のメンバーが言ってたんですね。で、それを聞いたときに、それやみたいな感じになって、それをぜひやっていこうっていうことで、進めていったというところで、で、今回このリサイクルして肥料にするっていう技術を確立できたというところになります。で、プラスアルファはですね、実はその肥料の業界というか、まあ、肥料も他も含めてなんですけど、リンっていうのが、まあ、ほぼほぼ輸入に頼っているっていう、まあ、現状があって、まあ、大半は中国だったりするらしいんですけれども、まあ、国内にあるそのリンを有効活用していくっていうのも結構重要なテーマだったりします。で、今回は当社だけではなくて、石川県の県立大学さんと共同研究をさせていただきました。こちらが研究結果になるんですけれども、左側は窒素とカリが含まれた土で、リンが入っていないものですね。やっぱりリンが入ってないとなかなか生育しないんですけれども、そこに、ボナースを加えたらどうなるかっていうところで、まあ、リンとしてちゃんと効果があるかっていうところを、まあ、見るためのデータで、まあ、石川県の県立大学と一緒に研究していく中で、まあ、本当に効果があったねっていうところが分かったと。だいぶ写真で見ても。はい。はい。違いがわかるかなと思います、ね。そうですね。はい。で、まあ、ちなみに情報なんですけど、植物はこの三大栄養素っていうのが、生育には非常に重要で、窒素、リン、カリですね。実際このボナースが、まあ、どういった植物で、より効くのかみたいなところって、実はまだまだ検証しきれてないっていう状況になってまして、はい、まあ、今後専門家を交えて、まあ、いろんな企業さんと一緒に、共同研究だったりとか試験を重ねながら、うん、ボナースのもっと良い活用方法を模索していきたいなと思ってます、うん、一番最初に出した図なんですけれども、この目指す、陶磁器資源の循環ステップということで、現状ステップを今当社では 1,2,3 段階に設定していまして、今ステップ1に位置づけてます。で、ちょっとこちら細かいんですけれども、今ステップ1っていうのが、今肥料法でちょっと認められているのが、その工場で出るその副産物は、はい、まあ、OK ですよっていう話になってます。なので、工場で出る、いわゆるその不合格品ですね、を、こう、クラッシュして作ったものが、今回肥料登録ができてます。で、目指すところで言うと、市場に出回った、実際に使われて廃棄される、そういった食器を回収してきて、ボナースにして、有効活用していくっていうのが、まあ、第2ステップというふうに考えています。はい、第3ステップとすれば、まあ、我々の製品だけではなくて、いろんな、他社さんの、いろんなものも含めて一緒に回収してきて、うん、まあ、アップサイクル、ダウンサイクル、いろんなことに活用できないかなっていうことを、まあ、考えていきたいなと思っています。で、実際この市場に出回っているものを回収してくるっていうのは、陶磁器は産業廃棄物なので自由に運搬できないっていう、はい、まあ、そういった制約もあって、なかなか、厳しいところはあるんですけれども、まあそれ実現に向けて今、うん、動いているっていう形です。先ほどまあサラサムのサービスなんかとも組み合わさってくるといいですよね。うん、あ、そうですね。うん、まあサラサムは所有権は我々にあるので、まあ、そうすると運搬っていうところもまあしやすくなってくるかなと思います。はい。はい、で、今回のこのボナースの特徴なんですけれども、まずですね、一つ目に
匂いがなくて長期保存できる安全清潔な肥料というところで、まあ、肥料ってどうしても結構匂いがあったりとかすると思うんですけど、このボナスはないっていうところが一つ特徴です。うん、あと二つ目に、長期間肥料効果が持続というところです。焼き締めてます。で、植物が根っこから出すこのクエン酸に反応して養分となって植物がこう吸収していくっていうプロセスを取るので、こう徐々に徐々に効いていくっていうところが一つ特徴としてあります。ちなみにその液肥とかだと上げすぎると枯れてしまうとか、あるいはその河川に流出してしまってその河川を汚染してしまうとか、まあ、そういった問題があるんですけれども、ボナースの場合はそういったことをまあない、環境に優しい肥料っていうふうに思っています。あと3つ目に、白く映える化粧砂として開発していただいてます。肥料としてももちろん効果あるんですけど、こう鉢の上にこう置くことで化粧砂として、使うこともできます。まあ、今ちょっとご説明したんですけど、まあ、楽しみ方が大きく分けて2つ、ありまして、土に混ぜて肥料にするっていうもので、リンは胃とか鼻の栄養素として有効性が高いので、まあ、そういったものに使うといいかなと思っています。だいたいその土1リットルに対して 20g ぐらいなるほどですね。ペットボトルのキャップで言うと、まあ、2杯分をこう土に混ぜてやると植物が元気になるかと思います。なんかこのリンがまさにその、もともと牛の骨、二酸化カルシウムとして、まあ入っていて、まあある種こう、骨にこう、あった、まあ固定されていたというか、リンというものが、このお皿の形になって、このお皿に固定されてるわけですよね。はい、そうですね。で、まあ本来であれば、その自然の循環を考えると、まあ、動物のその骨だったりとかっていうのが、またこう、土に戻っていって、それを栄養に植物はそこをリンを吸収して、で、その植物をまた動物が食べて、自分のリンとして、また亡くなったら土に戻っていって、いわゆるこの土壌と植物と動物のこの循環ですね、があると思うんですけれども、まあある種それを勝手にこう人間がそのサイクルを変えてしまっているというか、まあ取り出したその骨から、まあ作ったお皿はね、いいんですけど、これをまあ本当メタネとか廃棄とかにしてしまうと、まあそのリンの循環では、まあこう、循環がしなくなってしまう。でそこに対して、もう一度ちゃんとその循環のサイクルを整えるというか、土に戻して、またそれがこう草の、植物の栄養になって、まあ動物が食べて、牛の骨となってっていう、もっとあったこの自然のリンのサイクルというんですかね、そこにこう沿った形に、プロダクトのデザインをこう、まあ、戻していくという、まあそんなようなところが、このボナスの、まあ、一番の本質的な価値なのかなっていうふうに思いますね。まあそうやって肥料にして、混ぜて肥料にするっていうのと、あとは鉢の表面に敷き詰めて化粧砂にするっていう、やっぱり、土って見えてるとやっぱり若干こう抵抗感ある方もいると思うんですけど、こう化粧砂で、隠すことで、清潔感を演出できたりとか、するかなと思います。あとは実際にその鉢の上に置く置き肥っていうのがあるんですね。で、置き肥はこう水とかに濡れるとこうだんだん溶け出していくんですけど、このボナースの場合は、その植物の、根から出すそのクエン酸に反応しないと、肥料としての効果を発揮しない。まあ、つまりは、化粧砂として、使うと、肥料としての効果はほぼないということになるので、まあ、土にも混ぜて化粧砂としても活用できるし、化粧砂としてだけで活用するっていうか、楽しんでいただくこともできたり、します。はい。ここにボナースあるんですけど、今これ1ミリから3ミリの粗い感じの、ものになってます。実物の。これ実物ですね。はい、で今800グラムと300グラム販売していこうかなと思ってます。これ800グラムで、だいたいこれぐらいの、大きさになるので、4月の2日、2022年4月の2日から、発売開始予定というところになってまして、購入できるのはここの、店舗と当社の EC サイト、になります。で一応今 800g バージョンと 300g バージョンを、作る予定にしておりまして、もっと大きい業務用のやつはまたちょっと別途、考えていきたいなと思っています。実は今回ですね、このボナースのプレスリリースを出させていただいたと同時に、タクラムさんという
会社と、はい、あのコラボレーションさせていただいたプロジェクトも、プレスリリースさせていただきました。タクラムさんっていうのはあのデザインイノベーションファームなんですけれども、代表の田川さんと、まあ、きっかけでお会いして、そこからプロジェクトを作っていって、タクラムさんとあと鈴木源さんというデザイナーさんに加えて、デザイナーが全部で5名で、いろんなあのプランターを作っていただきました。で、まあ、あのいろんな話をしていく中でこのボナースの話も共有させていただいて、まあ、それがきっかけで、まあ、卓上で使うプランター、あのテーブルプランターっていうふうに命名したんですけれども、そういったプロダクトを今開発して、で販売はの夏ごろ想定してるんですけど、実際のお披露目はこの、ボナースの発売日と一緒の4月2日から、ここの店舗で展示会を開催したいと思ってます、うん、いかがですか？これが実際のテーブルプランターの今の。あ、そうです、うん、いやすごくなんかあの可愛いですけど、陶磁器プランター、うん、かつこのボーンチャイナの上にこう化粧品がボーンチャイナで乗ってるっていう、はい、ちょっと不思議な感覚がする、うん、はいはい、素敵なデザインです。例えばその卓上で使うことをまあ想定してたりするんですけど、人間が使うその料理を楽しむための器と、植物がこう生活する生きるための器がまあ同じ素材でできていて、うん、まあその上にまあボナースも乗ってるみたいな、なんかそういうなんかちょっと新しい感覚っていうのをなんかこう、発信できたらいいなと思って、うん、はい、作ってます。人と植物が同じ道具でこう生活するみたいな、うん、まあ、そんなコンセプトでやってます。ちょっと最後になるんですけど、まあ、その他の取り組みっていうところで、まあ、我々今ここにいるちょっとロスト&ファンドの話をさせていただきたいなと思います。あのロスト&ファンドっていうのは忘れ物保管所っていう意味になるんですけれども、忘れられてしまった大切なものが見つかる場所というコンセプトでやらせていただいてます。まあ、もともと当社はですね、あの100年以上前から食器を作り続けていて、まあ、あの自分たちでいいものを作ってるって自負はあるんですけど、まあ、なかなか世の中の人に届いてない、まあ、情報の中に埋もれてしまってるなっていう、まあ、あのふうに思ってまして、まあ、そういうものって他にもたくさんあるのかなっていうところから、まあ、このロスト&ファンドっていうコンセプトが出てきたと、まあ、今の EC サイトと我々はここにいる渋谷区の富ヶ谷、代々木公園のすぐ横にあるんですけど、まあ、あの1階の店舗は、このロスト&ファウンドっていう、まあ、いろんな日用品を集めた、もので、実は奥側にですね、まあ、カメラの反対側に、日光の商品がこう集められてる、ショールーム兼ストアがあるという形になっています。で、実は地下にもう我々の空間があって、地下は B2B のレストランさんとかホテルさんが来ていただいて実際に商談したりとか、あるいはキッチンがついているので、まあ、そこで試作をしてみる。で、あとスタジオ機能もちょっと今回つけたので、まあ、例えばそこで試作したものをそのスタジオで撮影するみたいな、まあ、そういったことができるような、機能を盛り込みました。このロスト&ファウンドと地下の空間の一体的に、考えていきたいのは、まあ、いろんなカルチャーとか情報を発信していけるような場にしていきたいなと思いますし、今回の、取り組みのような、そのサステナブルテーブルソースで発信しているような、そのサステナビリティを一緒にこう、レストランさんとかホテルさんと一緒にこう、作っていけるような、まあ、そういう空間になっていければいいなというふうに思っています。ということで、長い時間。ありがとうございます。まあ最後にちょっと加藤さんから一言。はい。そうですね。今日の話、本当にこう、盛りだくさんで、うん、いろんなボーナスを含めてご紹介があったと思うんですけれども、まあそうは言っても、この取り組みってまだスタートしてから2年間ぐらい、なので、うん、まあまだまだ道半ばというか、まだ本当スタートしたばかりということで、まあ一つ今できることを、模索しているというフェーズかなというふうに思います。はい。で、実際のサーキュラーエコノミーに関しても、今、一緒に進めさせていただいてますけれども、じゃあ、それをどうやってこう可視化していくのか、であったりだとか、うん、まあ、事業として、よりこう、まあ、再生に向けて、拡大していけるのかとか、いろんなこう課題っていうのがありますし、まあ、何よりこの食の未来っていうところを、
守っていくっていうのは当然ながら一社ではできないことなので、まあ、今回のこの映像を見ていただいて何かこう日光さんと一緒に取り組みたいですとか、まあ、何かものを作っている会社さんとかレストランさんとかホテルさんとか、まあ、どんな業種も必ずこの循環の輪の中に皆さん絶対必要だと思うので、はい、まあ、一緒にこうぜひ取り組みながらですね、一歩ずつ一歩ずつ、まあ、改善を重ねていって、こう理想とする循環の形っていうのを、まあ、皆さんと一緒に作っていけるといいのかなというふうに思います。あります。今回このボナースも発表させていただきましたけれども、まだまだ本当成功しているとは言えないレベルかなというふうに思ってます。まあ、この事業をいかに続けていくかということ、プラス、まあ、続けていくにはやっぱり社会から求められるような存在になっていく必要があると。まあ、それをやっぱりこう、なんていうか、同時にこう達成できるような形になっていければいいなっていうふうに思ってますので、今後とも。はい。ぜひ、よろしくお願いします。ということで、今日これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。